日本の博多国際港を出港し、 JR 九州の高速船クイーンビートルに乗船。たったの3時間40分ほどでですね、韓国の釜山港に到着でございます。そして釜山からは KTX、 日本でいう新幹線的な乗り物に乗車。時速305キロを出す高速鉄道ですが、それに乗って韓国の首都ソウルに到着です。韓国への旅行といえば、日本からだと、羽田成田空港から飛行機に乗って韓国北部にあるインチョン国際空港、もしくはキンポ空港に着陸をし、ソウルの市街地を目指すのが一般的ですが、今回は船と鉄道を使ってみました。そしてここで韓国の地図を見るとですね、朝鮮半島のこれ2つに割られた部分のもう北朝鮮にほど近い場所に、あの韓国の首都ソウルっていうのはあるんですよ。最近もバンバンとミサイルを飛ばしてくる北朝鮮、気持ち的には非常に遠い存在、日本とも国交がない国として知られてますけども、ソウルからは非常に近く、東京からも直線距離でいうと東京札幌間くらいしか距離がないわけですね。というわけで今回は北朝鮮と韓国の軍事境界線、北朝鮮国内までなんと160メートルのところまで迫ることに成功いたしました。軍事境界線周辺には何百万発もの地雷が埋められ、韓国を攻めるために秘密裏に掘られた北朝鮮の侵略トンネルなど見どころ満載ですので、本日もよろしくお願いいたします。前日はですね、ソウル駅からほど近いミョンドンという場所、これも非常に有名な観光地ですが、ここで食べ歩きをしてみました。こうずらーっと屋台がね並んでいるような地域になってまして、日本でいうとあの原宿の竹下通りに激似という感じがしますね。もう日本語が飛び交いまくっていてですね、日本人観光客の方も大変多い様子、もうなんかね、日本人が多すぎて国内旅行をしているような気分にもなりましたけども、宿に戻って一泊しました。そして翌朝ツアーの出発時刻になりました。これあたり暗いんですけども、ツアー出発時刻なんと4時20分です。このびっくりしました。朝の4時20分。向こう10の文字が書いてありますけども、東京にあの東京メトロがあるのと同じように、ソウルにもソウルメトロ、ソウル地下鉄というものがあります。そのミョンドン駅の10番出口に集合です。びっくりしました。早朝なのにもかかわらず、たくさんのお客さんが詰めかけていました。僕の他に日本人は約10名ほどでしたね。一体なぜこんなにも集合が早いのか、それにも理由があります。韓国と北朝鮮の境界は国境とは言わず軍事境界線と呼ばれています。もともと朝鮮半島は日本の統治下に置かれていましたが、太平洋戦争で日本が負けた後は、北から社会主義勢力のソ連、そして南から自由民主主義勢力アメリカ軍が入り、この2つで対立をすることになったわけです。実際新宅統治といって、アメリカとソ連が代わりにしばらくの間統治をしますよという形になったんですが、そこから南北で対立し、朝鮮戦争が3年間起こりました。でその後に休戦協定が結ばれることになり、1953年一旦戦争は終わったんですが、あくまでも休戦ということで終戦ではなく、国境、国の境目ではないので軍事境界線。ただし軍事境界線を境に南北の兵士が睨み合う状態だと、何かの拍子に軍事衝突をしてはいけないということで、さらに北側と南側に北方限界線、それから南方限界線、それぞれ2キロにわたる範囲が設けられています。この中、南北4キロの範囲内を非武装地帯 DMZ と呼びます。今回のツアーの名前にもなっているわけですね。この中は衝突を避けるために韓国軍、それから北朝鮮軍は形式上武装して入ることは許されていない。 DMZ の中には数百万発の地雷が現在でも埋まっています。そしてさらに南側に敷かれている線が民間人統制区域、ここから北側になると民間人の出入りも非常に厳しく制限されます。今回のツアーではその統制区域の中に入っていきます。これ僕も驚きだったんですけども、この DMZ ツアー今非常に人気があるらしく、民間人統制区域の中に入るのにだいぶ待つみたいなんですね。ガイドさんでもその現地まで行ってみないと、その入ることができる時間というのはわからないみたいで、なるべく早く出発ということでこの時間帯集合になったみたいです。まだね2時間近くも日が上がらないというのに、ミョンドンの駅の横には大型バスがたくさんこういう風に立ち並んでいます。見た感じやっぱり英語圏のお客さんが大変多いような、そんな印象でしたね。で驚くべきことにですね、あの日本人の方10名13名のうち、僕以外の方、あの若い方ほぼ女性だったんですよね。これはびっくりしました。本当に
どうやらその2019年から20年あたりにかけて愛の不時着という、まあ、その韓国の女性とそれから北朝鮮軍が、まあ、こう不時着をしてですね恋に落ちる、そういうドラマが放映されたらしく、その影響もあるんじゃないかなとも思いましたね。この後あのバスに乗りながら検問を突破して統制区域内に入りますんで、ここで名前の記入とそれからパスポートのチェックが入ります。おー、ちょっとこう恐ろしいような事態で書いてありますけども、首掛けをもらいました。 Demilitarized Zone ということで非武装地帯ですね、 DMZ。 どうやらもうその現地に到着すると観光客の方がもうとっても多いみたいなので、どこのツアーの人なのか見分けがつかなくなるため、こういうふうな首掛けを配っているとのことでした。こんなに早い出発だったので、まあ終わるのはまあ大体昼過ぎぐらいには終わるんじゃないかなと思ってたんですけども、一番長くて19時とのことでした。19時本当かよとびっくりしたんですけども、それだけやっぱり人気ということなんですね。時刻はまだ4時半です。ここから先一番最初に向かうのはイムジン閣という場所、これが民間人統制区域外にある場所で、まあ、ツアーとは別の一般の方が入ることができる北側の限界のエリアということになります。そこにいろいろと展示があるので、そこまで行って時間を調整しようというお話でした。そしてまだ到着まで1時間ぐらい、イムジン閣までは時間があるので、どうぞゆっくりなさってくださいというアナウンスがありました。ガイドさんは非常にあの日本語がお上手で、女性の方だったんですけれども、非常にあの終始ですねユーモアのあるガイドをしてくださいました。そしてここでバスの電気が落とされました。本当に気分は夜行バスに乗っているようなそんな感覚でしたね。韓国の道路は日本と違い右側通行、そして左ハンドルということで、僕はあのまだ免許を持っていないのでピンとは来ませんでしたけども、やはりあの日本で免許を持っている方からすれば違和感がものすごいみたいです。さあ一眠りしていると到着をいたしました。こちらがイムジン閣ですね。ソウルからだいたいバスで50分程度といったところでしょうか。天守閣のようなものが見えます。ここでふと気になったんで地図を見てみると、あらびっくり、ちょっとこんなとこまで来てますよ。上海上市と書いてありますが、これケソンと読みます。北朝鮮の工業団地ケソンまではこの辺りからだとあと5キロぐらいしか離れていません。地図上でも分かる通り、このすぐ近くにですね川が流れています。イムジンガンという川なんですけども、この川を渡ったあたりから民間人統制区域、まだこの軍事境界線までは距離があるのが分かりますね。そしてこのバスの量です。この日本の高速道路のあのパーキングエリアのような感じでバスがずらっと並んでいます。僕も一応乗ってるバスのナンバープレートの写真を撮って忘れないようにしましたね。もうどれがどれだか分からなくなってしまいます。そしてその統制区域内に入れるのがですね、私たちのグループの場合今回12時ということで、だいたいですねここから到着して6時間5時間ほどはですねこの周辺の見学ということになりました。そしてこちらハングルで書かれているのでちょっと分かりづらいんですが、このツアーのメインの一つでもある第3トンネルです。こちらご覧ください。これはですね地下なんとマイナス73メートルの部分に位置しており、建物の階数でいうと23階分、東京の地下鉄都営大江戸線とかも地下深くを通ってますけども、それよりもさらに深いところになります。何よりびっくりなのがこれ、北朝鮮軍がですね南進、つまりは韓国側に攻め入るために掘ったトンネルとされているわけです。1970年代に見つかっています。このトンネルはあのツアーでしか入ることができず、僕も4年前くらいに来たんですけども、その時はね全く入れませんでしたね。トンネルについてもまた詳しくご紹介をすることにしますが、その他本日向かうのはこちらドラ展望台。この展望台からは北朝鮮の街並みを一挙に見渡すことができると。そしてこのドラ山駅は韓国の最北端にある駅ということになっています。そしてこちらのフェンスをご覧ください。有刺鉄線のようなものがあります。ここからさらに奥に行くとイムジン川という川、その奥が民間人統制区域なので一般の方は入ることは許されていません。看板があります。いやこれはすごい、3万ボルトって書いてありますけども、この有刺鉄線には電流が流されており、触ったら感電するような仕組みになっています。立ち入りは厳しく制限されているわけです。一部ね撮影もあの禁止の箇所があって、結構カメラなんかも気を使って撮影をしたんですが、イムジン川とこういう風に書いてありますね。イムジン川、午前8時になるとガイドさんを率いた観光案内が始まりました。このイムジン閣の周辺ですね。
さあ、立派なこのお寺のようなものが姿を現しました。見てみると平和の鐘と書かれています。真ん中の方に大きい鐘があるんですけども、これ驚くべきことにですね、その当時朝鮮戦争で使われたあの金属系のヘルメットだったりとか、それから銃器なんかを溶かして鐘が作られたと言われています。21世紀に入った2000年の1月に作られたんだとか。おー、ちょっと貴重な日本語が書いてあるんで読んでみますと、朝鮮戦争の時に蒸気機関車を運行していた京味線の線路を復元するために放置されていたレールを再利用して線路を設置しましたと。要はこの近くを通っている京味線という線路は朝鮮戦争よりも前に存在をしていて、で非武装地帯の中に戦争後放置されていた線路をここに持ってきたということですね。つまりこの線路は当時の痛ましい朝鮮戦争の光景を目の当たりにしているということですね。そしてその京味線というのは、実はこれ現在でもソウルの方からこの北朝鮮の軍事境界線付近まで伸びているんです。もともと日本統治時代のソウルの名前というのは京城府、そして北朝鮮にある新義州と呼ばれている都市、この2つを結んでいたので、その両方の一文字ずつを取って京畿線という名前が名付けられました。この路線は1905年日本がロシアと戦争していた日露戦争の真っ只中に敷設をされたわけなんです。当時の日本はイケイケで、どんどんと日本以外に領土を広げようという政策をしていました。現在の中国の一部にある満州と、それから日露戦争に勝った後は日韓を併合してですね、朝鮮半島をもう日本の統治下に置いてたわけですね。なのでこの辺りの鉄道の運営権というのも事実上日本が握っていたということになるんです。現在では考えられませんけどもね、当時は釜山、ソウルの方から朝鮮半島、中国大陸を通ってロンドンの方まで切符が発売されていたんだとか。最近はもうこの南北を直通する列車っていうのもだいぶ通ってないんですけども、線路自体はつながっていて、かつ15年前ぐらいまでは直通列車も運転されていたんです。韓国と北朝鮮の関係が比較的良かったとされている2000年代ぐらいまでは、ケソンこの先の工業地帯の方までですね、貨物列車なんかも運転をされていた、南北の直通列車も運転をされていたんですが、現在ではめっきりもうここ10年間以上は運転をされていないみたい。これ枕木のところに一個一個駅が刻まれています。このケソンというのがもうすでに北朝鮮の都市ということになるわけですね。この枕木の感じとかもね、日本の鉄道にそっくりだなという印象を受けましたね。線路幅は多分標準機なので新幹線と同じ幅が用いられています。もともとは自国、当時は朝鮮半島は大韓帝国という国になってましたけども、そこの政府によって建設をされる予定だったんですけども、どうやらですね、その建設費の問題なんかがこう浮上した関係で日本の鉄道大隊がやってきて、日本政府によって敷設をされたみたいなんですね。そのためその領土を拡大するために鉄道の敷設というのは物資、それから軍需品の輸送をする上で非常に重要、必要不可欠とされていたんですね。なので現在のあの日本にある新京成電鉄なんかもかなりぐにょぐにょとカーブをしてますけども、それも鉄道建設に特化した鉄道連隊が線路を敷いた名残とされているわけです。そしてこちらです、ずっと生で見てみたかったものがですね、こちら朝鮮戦争の時にこの DMZ 非武装地帯の中にですね、ずっと放置されていた機関車が錆があのこう剥がされてですね、イムジン閣に展示をされているんです。ちょっと読んでみると、これ1950年12月31日、朝鮮戦争が勃発した当時、その年の大晦日ですね、この DMZ の近くのケソンからやや北部の平壌、現在の北朝鮮の首都に向かっている途中で、そこで立ち往生をして、その間に破壊をされてしまったとのこと。この朝鮮戦争、本当にあの1ヶ月単位とかで戦線がかなり南北に動いています。例えばこの列車が運行していた50年の12月というのは、戦線が大きく北部、つまりは北朝鮮軍がもう中国の国境付近まで追い詰められていた時期になるわけです。ですのでもう北部の方に国連軍、それから韓国軍の物資なんかをこう輸送していたんでしょう。北部の方まで輸送した後、中国軍に介入をされ、でそのまま放置をすると、これがあの北側の、北朝鮮軍などに使われる可能性があるということで、当時の国連軍と韓国軍がですね、この機関車に銃を放ち、そして上から手榴弾を入れてですね、
列車を破壊した後交代したんだとか。時代的にも朝鮮戦争1950年、日本が太平洋戦争に負けて朝鮮半島から撤退をしてからわずか 4,5 年のことなので、おそらくこの列車なんかも日本の鉄道技術が使われているのではないでしょうか。側面はかなり痛々しい銃弾の跡、そしてこの連結器もなかなか今まで見たことのないぐらい結構ごっつくて、手前側には大きいレバーがついています。一体どのように当時連結をしていたんでしょうかね。これ近づいてみて強烈だったのが、もうこれ脱線をして動かなくなってから1950年から大体もう半世紀以上経ってるのにもかかわらず、もう鉄の匂いがムンムンとするんですね。僕の方まで漂ってきたのをね、かなり鮮明に覚えています。横にも銃弾の跡がびっしり。側面はもう当時なんかもう格好なんか気にしてる暇もそんな余裕もないでしょうからね、ネジが直打ちの状態になっています。ちょっとこの画角からは撮れなかったんですけども、この蒸気機関車の上の部分には大きな穴が開いていて、手榴弾が投げ込まれた跡なんかもありました。ちなみにこの奥、いろいろとカラフルな付箋のようなものがありますけども、ここから先ズームして撮影するのは禁止とのことです。奥に見えている田んぼ付近が民間人統制区域内。そしてここでもう一つ説明をしておかねばならない橋があります。こちら反対側のゴンドラから眺めているんですけども、このイムジン岸にかけては橋が2つ架けられています。今ではこういう風に手前側の橋の部分こう新しくなっていて、ちょっとこうガラス張りっぽくなっているんですけども、手前側はここで途絶えており、そして奥の方、橋脚を見ると白色になっていて、なんだか新しそうな形になっています。これがイムジン岸鉄橋、通称自由の橋と呼ばれている橋ですね。もともとは京井線の伏線部分で橋が2本上り下りで架けられていたんですが、ここ北朝鮮軍によって朝鮮戦争の際に爆撃を受けて破壊されてしまいました。ただそのうちの下り線の部分だけ復旧がなされていてですね、今ではあの線路が京井線の線路がつながっています。もともとは道路橋になっていて、そしてこれ朝鮮戦争が終わった後に捕虜の交換が行われたわけなんです。なので北朝鮮の方に留まっていた国連軍、それから韓国軍の兵士たちがこの橋を渡ってこちら南側に戻ってきたとされています。その際に自由万歳とこう皆さんがこう叫んだことによってですね、自由の橋とそんな名前が名付けられたみたいです。手前側が当時の上り線ということらしいんですが、ここの部分は途中まで遊歩道になっていて途中で途絶えています。この上り線の部分は復旧されておらず、当時朝鮮戦争で爆撃を受けてそして破壊されたまま橋脚のみが残されているといった状況になっています。かなり痛々しい。2019年あたりまでは正面にある橋を渡ってですね、この先韓国の最北端にあるドラサン駅の方まで DMZ トレイン平和列車という、まあ、観光列車のようなものが運転をされていました。僕もあの4年前ぐらいに来た時にソウル駅で見かけたことがあるんですけども、ディーゼルカーになっていて、それに乗ることでドラサン駅の方まで向かうことができる。現在ではその豚熱、トンコレラの対策の一環として運行が2019年からもうずっと休止されているんですね。まあ名目上はそういう風になってますけども、政権が変わって今ユンさんが大統領になってますけども、どちらかというと北朝鮮に対してはかなり強硬的な姿勢で、日米との関係を強固なものにしようとしているので、かなり南北の関係も、まあ、そんなに良くはないようで、まあ、そういった背景もあるのではないでしょうか。さあいよいよですね、ここから橋の上に入っていきます。京味線の上り線の部分ですね、遊歩道になっているあたり先の部分まで進むことができます。ここですね、この遊歩道に入るためには3000ウォンだったので日本円で300円程度、かなり安くね入ることができましたね。この時ものすごい風が吹いていたのを覚えてますけども、ここにかなり緊張感漂うような表記、ここは軍事作戦地域のため許可内出入りを制限で、境外勤務者は弾薬を所持し作戦を取り行っている。つまりはですね、ここ足元にある黄色いライン、これがありますけど、これを超えるとですね、民間人統制区域の中に入るということになります。 DMZ はあくまでも非武装地帯なので、こういった武器弾薬持ち込みできませんけども、統制区域内その一歩手前まではこういった銃器の所持が許可をされている場所ということになります。さあ中に入りました。
ここはもともと京味線の上り線が取り付けられてあった場所、そこはこんな感じで復元をされています。これも通路になっているんですけども、どうやら列車1号車をこう丸々似せたようなものになっているみたいですね。上には当時使われていたものなんでしょうか、こう鍵がかけられるようなカバンが置かれています。当時の列車というのも、まあ、1950年代ぐらいなので、こういうふうに中は木造だったんでしょうね。日本のあの鉄道博物館で見るような感じの、そんな列車の中が再現されています。イムジンガンも相当風が日常的に強いのか、防風壁のようなものが両サイドに取り付けられており、線路跡地には2つレールが埋められています。そしてこちら足元のこのガラスの下には、当時これも本当朝鮮戦争の時に使われていたものなんでしょうかね。見た感じ相当古い薬莢っぽかったんで当時のものなのでしょう。そして当時爆撃を受けた直後の橋の写真があります。レンガ造りですね。日本ではもう関東大震災で壊滅的な被害を受けたので、それ以降レンガ造りの建物っていうのは作れなくなったみたいなんですけども、当時はまだ橋脚もレンガ造りの時代ということで日本の技術が使われたのでしょう。そしてこちらは 6.25 戦争当時の残酷な状況ということで、下方橋脚の標識と書いてあります。どれどれ、ちょっと下の方にこう視線をやってみますと、確かにここ透明になっていて下の橋脚部分が見れるようになっています。赤い丸印、ここには確かにちょっと雨が降っていて見づらいんですけども、弾がここに当たり、そしてコンクリートがくぼんだ跡がありました。 6.25 というのはこれ朝鮮戦争が始まった当時のもの、そしてこれは当時の主要駅ですね。以前数年前までは韓国と北朝鮮が共同で開発を行っていたケソンの工業団地、それから現在の首都平壌、京味線の終点である新義州駅、そして北京、日本が昔統治をしていた南満州の鉄道の地域を通ってベルリン、ヨーロッパの方までつながっていました。そしてここで線路が途切れているんですが、これがすごいです。ここから先まさに朝鮮戦争の時に被害を受けた橋脚、生々しく残っています。ここにも 6.25 銃弾の跡が痛々しく残っています。この 6.25 というのは朝鮮戦争が勃発した当時の日付、6月25日のこれ早朝朝午前4時にですね、北朝鮮軍は宣戦布告なしにこの地域を砲撃し、でその後一気に攻め込んでくることになりました。これ驚くべきことに、その3ヶ月後の50年の9月にはですね、釜山までこの連合軍とそれから韓国軍は追い詰められるわけですね。でそこから有名なインチョン上陸作戦、現在インチョンには空港がありますけども、かつてそこからですねアメリカ軍が上陸作戦を行って、現在の韓国の国土にあたる部分を占拠していた北朝鮮軍をこう挟み撃ちするような形で補給路を断ち、再び中国の国境付近まで追いやったわけです。帰りもちょろっと反対側のところから SL を見学で、気になったのがあったんですけども、これです、三菱のマークがねここに刻まれているんですよ。おそらく当時のものでしょうけども、これ調べてみるとですね、当時あの満州鉄道の方で石炭が取れていたらしいんですけども、その石炭を日本国内の鉄道に販売をする、その会社に当時の財閥三井だったり三菱なんかも出資をしていたということで、少なからずこちら朝鮮半島の鉄道にも関係があったのかもしれませんね。そしてここから先は実際に使用されていたバンカーの中に入っていきます。ガイドさんからバンカーバンカーとこうアナウンスされてですね、僕正直ピンときてなかったんですけど、バンカーというのは、まあ、掩体壕、つまりはその空襲だったりとか、もうそういった外の敵から守るための地下壕のようなものを指すみたいですね。当時この辺りはアメリカ軍の基地として使用されていたみたいで、まあ、ただ現在では米軍は全て撤退をしているみたいです。地下壕の中は当時と比べても大変綺麗に整備をされているみたいです。この自動改札機っぽいところに QR コードをかざします。そうするとですね、ちょっとびっくり、これもう爆発しないと分かってますけど、ちょっと足をこう入れることを躊躇します。これはですね、アンチタンクマインと書いてあります。対戦車地雷のことでしょうね。恐る恐るこう足を出して踏んでみると、こう
いい感じの感触で踏むことができるんですけど、これ人というよりかは戦車がこの上通った際にキャタピラーでこれを踏むことによって爆発をします。当時使われていた銃弾でしょうね。これも、まあ、銃弾というよりかは、まあ、弾頭の後ろ、あの火薬を詰める部分ですね、薬莢と呼ばれる部分、それを拾ってこういう風に展示したのではないでしょうか。そしてしばらく歩いてきたところにはですね、こんな感じの大きい公園がありました。特にガイドには含まれていなかったんですけども、韓国とそれからアメリカの国旗正面には銅像が建てられています。アメリカのトルーマン元大統領の銅像ですね。どうやらその朝鮮戦争が起こった際、参戦を決め、そして功績を収めたのがこのトルーマン元大統領。そしてこれも2000年にどうやら設置をされたみたいなんですが、これが The Stones of Peace Wall ということで、各地戦地で取られた世界各国の石がここに展示をされています。直近の戦地で取れた、まあ、1900年代以降のものが多い一方で、これ2番目のやつとかは BC241 と書いてあります。紀元前ですからね、ビフォーキリストということで、かなり2000年以上前の石なんかもどうやって持ってきたんだろうなとこう疑問に思ったりもしましたが、そして日本の土地で取れた石も一部残っています。2つですね。59番、これですね、 The Pacific War、 太平洋戦争、ジャパン長崎の文字が刻まれています。59番は長崎です。これですね。一方でこちらは77番、1945年、これも同じく太平洋戦争、パシフィックワーで、ジャパン沖縄です。日本で唯一地上戦が行われた激戦地沖縄の石もこちら韓国に展示をされています。さあ、バス駐車場の方に戻ってきました。先ほどのイムジン川の北朝鮮側には結構展示があるんですけども、南側はこういう風にフードコートなんかもたくさんあるんです。奥の方映画館のようになってますけども、あちらがあのゴンドラ乗り場、先ほどあの GU の橋お見せしましたけども、天気が良ければゴンドラにも乗ることができます。その統制区域の中に入ってしまうと飲食店がかなり限られてしまうというか、もうほぼほぼないような状況みたいなので、12時までにここで昼食をとってくださいということでした。かなりね、あの料理屋さんは充実をしています。このお店なんかも結構日本食のレストランみたいで、で向こうにはあのピザ、割とやはりこの辺りは外国人観光客が多いからなのか、韓国料理もあるんですけども、それ以上に日本食だって韓国以外の国の料理が多いような、そんな印象でしたね。よくあのこうパーキングエリア、サービスエリアとかで見かけるようなこう揚げ物の販売所なんかもありましたよ。こんな感じのホットドッグのような見た目をした軽食、これチーズハットクというんですけども、これとコーヒーを購入しましたよ。韓国の缶コーヒーはどんな味なのかなと思って飲んでみたんですけども、これ英語でスイートアメリカーノと書いてあったんで、こうカフェラテ的なやつなのかなと思ったんですけども、韓国のコーヒーっていうのはだいぶ日本よりもね、甘く味付けがなされているなと、そんな印象でしたね。チーズハットクも美味しかった。そしてちょっと足りなかったんで普通にご飯も頼みました。これがだいたいですね1万1000ウォンぐらい、チーズカツをいただきました。このお野菜がですね、こうドレッシングがマーマレードのようなすごい甘い味付けで、僕生まれて初めてこの味が堪能しましたね。カツの中にこうチーズが入っていて、これちょっと日本食に似ているような味がしましたね。 Oh, it's Japanese food. さあ、ここからは民間人統制区域内に入ります。左手の方、かなりあの軍用車と思われるこう迷彩柄の車がこの辺りになると多くなってくるわけですね。でですね、今回のツアーではこの民間人統制区域内2回ですね、出たり入ったりを繰り返しました。まず1回目はですね、バスに乗ったまま降りずにこの民間人統制区域内にある唯一の村、統一村というのをバスの車窓越しに見に行きました。そして一旦先ほどのイムジン閣に戻った後、今度はバスを乗り換えます。実際に地に足をつけて降りることになるので、専用のバスに乗り換えて、今度検問突破するときにはパスポートの提示、それから韓国軍の方がバスの中に入ってきて一人一人チェックをされました。まず1回目なので、ここの検問はかなり緩く、あの軍の方が車内に立ち入ることはなく、スムーズに通過です。そしてこの検問を突破してすぐ渡る橋、こちらが統一大橋ですね。1990年代に建設をされた比較的新しい橋で、車で
で、この統制区域内に入る際にバスなんかが通る主力の橋ということになっています。結構バリケードなんかもあって、もうバスがあの高速で走行できないような形になってますね。この辺りはテソンドン、自由の村と呼ばれている DMZ 内に唯一ある韓国側の村。そしてこれ一軒一軒ですね、住居の正面には太極旗、韓国の国旗が掲げられているわけなんですね。どうやらこの辺りはもう北朝鮮との軍事境界線すぐ近くにあるので、今から50年前ぐらいには北朝鮮軍が入ってきて住民が殺害される、そういったこともあったみたいで、早朝朝方にですね、この国旗がしっかりと掲揚されているとそのうちは安全と、こういう形で村の安全を管理しているみたいなんです。ただもう DMZ のすぐ近くにあるので、これすぐ横脇道にはこうフェンスが置かれています。おそらくこの奥周辺の森林あたりにも地雷が埋まってるんでしょう。 DMZ 内には現在でも何百万発もの地雷が埋まっているとされています。なので、まあ、こういったツアーであっても脇道に入るのは非常に危険というか、外では基本的には道路上では降りることはできません。そしてこれ韓国側だけではなく、北朝鮮側の DMZ 内にもなんと村が存在をしているんです。その村には両方ともこういうふうに国旗を掲揚する大きな塔があります。これで一時期国旗の高さを競い合っていたんだとか。韓国側に比べると北朝鮮の国旗の方がかなり高いんですね。これ当時はあの世界一高い国旗とも言われていたらしく、現在で他の国がね抜いてしまっているらしいんですけども、これ旗がね、これ写真で見るとかなりちっちゃく見えるんですけども、なんとですね長さは30メートルもあるようで、韓国側のこれ1回の国旗の交換費用っていうのが140万ウォン、約14万円かかるみたいなんですね。それぐらい大変な作業みたいです。まあ、ただかなり危険な区域なので、ここに住んでいる住民の方々は制約を受けることになっています。例えば夜間0時から5時までは外出が禁止で、毎日19時夜になるとこれ軍による点検を受けないといけないんですね。この辺りは国連軍が管理をしているので、かなり軍の監視下に置かれることになります。農作業の予定も軍に提出をしないといけないというかなりガチガチのスケジュールが組まれます。ただその代わりにこの地域に住む方は納税の義務がないんですね。韓国の三大義務のうちの一つ、納税が免除、兵役の義務もありません。さあ統一村を見終わった後は一旦イムジン閣に戻りバスを乗り換えます。乗り換えた後は車窓の撮影禁止ということで、民間人統制区域内に入る際はこれ一回一回今度は一人一人パスポートのチェックが入ります。まあ、おそらく実際にこれバスを降りるので、あの厳重なチェックが必要だったと思うんですけども、結構ここの時はね緊迫した空気でしたね。軍服を着た方が 2,3 名ほどバスに乗り込んで、でガチャガチャとこうトランシーバーの音、それから慌ただしくこのバスの中を動き回るような様子で一人一人顔をチェックされます。パスポートの写真と照らし合わせ、そして問題がなければドアが閉まり再び出発。担当してくださったのは韓国の勤務兵役の方ということでした。まあ、韓国には兵役の制度があるので、男性はまあ大体大学1年から2年あたりにかけてですね、体に問題がなければ2年弱兵役に就くことが決められているわけですね。おそらくその方です。さあそして次は北朝鮮軍が掘った韓国に攻め入るための秘密のトンネルを見に行きます。 DMZ と大きく書かれており、こちらですね、これはレプリカなんですけども第3トンネルと言います。まあ、第3と名付けられているので、これ現在に至るまで1から4、4つトンネルが発見されています。これ残念ながら中の撮影はできませんでした。こんな感じの見た目になっていて、で地下深くに掘られています。構造はこんな感じです。このトンネルがものすごくて、地下73メートル、長さはだいたい1600メートルぐらいに及んでいるんですけども、まあ、北朝鮮側が南に向かって掘り進めていてですね、これ驚くべきことが軍事境界線を越えているんです。400メートルぐらい韓国側まで掘り進められた後に韓国への脱北者の証言で発見をされることになりました。今お見せしているのが韓国側、これトンネルに続く地下への出入り口が2つあります。地上の出入り口になっている場所、今僕が立っているところで、ここから第3トンネルの中にはトロッコに乗るか、もしくは徒歩で向かうことができます。
まあ、ただ今回人が相当多かったんで選択の余地はなく、私たちは徒歩での訪問になりました。この第三トンネルに到達するまでのこの斜めに伸びてるトンネルが非常に長い、湿って、そして地下水が滴るようなどんよりとした地下トンネルを下った後は第三トンネルに到達。この図を見ると、あの正面真上から掘った跡があります。これがあのボーリング調査の跡で、その脱北者の証言の後、ここ韓国側でトンネル、地下トンネルの調査が行われました。杭を下の方に打ち込んで、でその中に水を入れたと言っていました。実際に入ってみても分かったんですけども、この辺りの地質は花崗岩っていってものすごく硬い岩盤でできているんですね。なので、あの地質がこう水を吸収しないので、水を入れてもしトンネルがあったら上に水がまた吹き出してくると。で吹き出してきたのがこのエリアで、詳しく調査を進めたところ、トンネルが発見されたとのことです。そしてトンネルは奥の方、北朝鮮側まで続いています。ここ左手に3つ壁があると思いますが、これ北朝鮮軍の進軍を阻むための3つの壁です。万が一北朝鮮軍が攻めてきた際には、この壁に時間稼ぎをしてもらうとのことです。前線の方で時間稼ぎをして、そして後方の兵士たちの攻撃の準備が行われるということ。2の壁と3の壁の間にウォータータンクっていうのがありますが、これ壁を設置するので地下水が溜まると。そのためここタンクがあって水抜きがなされているみたいですね。第1の壁のさらに左手、これ MDL と書いてありますが、ここがですね、なんと軍事境界線なんですよ。僕が立ち入れたのは第3の壁の手前あたりまで、これがですね、北朝鮮との軍事境界線までなんと170メートルしか離れていないわけです。人生で一番北朝鮮に近づいた瞬間になりましたね。ここから先は第2の壁まで抜け穴になっていて、目視で見渡すことができます。第3トンネルのイメージなんですけども、だいたい縦横で 1.5 メートルぐらいの狭いトンネルで、地下水が滴っていて、でヘルメットを着用します。僕の身長でも、これ身長、あの背丈をこうかがめてないと頭ぶつかってしまうぐらいの高さになってますね。あの上越線の土合駅をさらにちっちゃくしたような感じです、イメージとしては。一番最初これが韓国側によって発見された時、北朝鮮側は、まあ、韓国側が掘ったんだろうという主張だったんですけども、このトンネルにはある特徴があります。これトンネルはダイナマイトによって爆発させたと言われてるんですけども、明らかに爆破痕が北朝鮮側を向いてるんですね。僕も実際肉眼で見ましたけども、明らかにね、帰るとき南を向いているときにしっかりと見れるんです。あとはトンネルの傾斜がややこう北に向かって掘られているわけです。そうすると水がどんどんと北朝鮮側に抜けていくので、トンネルが掘りやすくなると、まあ、そういったことから北朝鮮軍が掘ったものと現在では断定をされているみたいですね。なかなかに貴重な経験、本当に皆さんにもね、訪れていただきたいなと、そういうふうに思いましたね。そしてこの辺り公園っぽくなってるんですけども、朝鮮戦争で使われていたと思われる武器、それから戦車なんかが展示をされてました。 M48、鉄道と同じく車両番号のように、まあ、型番のようなものがあります。まあ、ただこの戦車調べてみたところ、朝鮮戦争で実際に使われていたものではないみたいですね。どうやらあのベトナム戦争とか第二次世界大戦の後使われた米軍の主力戦車みたいなんですけども、朝鮮戦争の投入には間に合わなかったということで、なんでこんなところにあるのかなとちょっと疑問に思いましたけども。そして広場にはこんなものも置いてありました。金色の地球儀のようなものなんですけども、これよく見ると朝鮮半島がですね、それぞれこちら側は北朝鮮、これですね、で韓国の部分がくぼんでおり、反対側を見ると今度韓国の部分が浮き出ています。これが合わさることによって朝鮮半島は統一をされるということですね。この辺りは展望台にも、例えばオデュ山統一展望台だとか、村にも統一村だったりとか、統一、それから平和のこの2文字が施設至るところで使用されています。向こうにはマインの文字がありますけども、あちら地雷ですね。この辺りはもう統制区域内なので、朝鮮戦争の際に埋められた地雷というのが未だに数多く残っています。撮影禁止の箇所、それから立ち入り禁止エリアに立ち入ったりすると、場合によっては周辺警備をしている軍に銃を向けられる可能性もあるということで、立ち入りはかなり厳しく制限されています。
やはりあの統一村だったりとか、そういう農村が近くにあることから、そういった方が誤ってこう脇道に入って地雷を踏んでしまって、で足がね一本なくなってしまったとか、そういう事故も未だに相次いでいるみたいなんですね。さあ、そして到着をいたしました、こちらがドラ展望台。この展望台の真下がですね、民間人統制区域、それと DMZ の境目になっていますが、ちょっと今日は本当に残念でしたね。これ霧がかかっていて、もうすぐ向こうの方が北朝鮮側なんですけども、なかなか見渡すことができず、軍事境界線はこんな感じですね。もうすぐ歩いて渡ることができるレベルです。ちなみにこの DMZ の中、この中というのは朝鮮戦争が終わってから人が立ち入らない手つかずの地域になっています。地雷なんかもそのまま残ってるんですけども、その一方でかなりあの天然記念物だったりとか、野鳥なんかが繁殖をして自然豊かな場所になっているみたいです。ここでも時間が結構カツカツだったんですけども、ガイドさんが丁寧に案内をしてくださいました。先ほど渡ってきたイムジン岩が見えます。でこれ手前側に見えているドラオブザーベトリーというところが、これがドラ展望で今僕が立っているところ で、その正面に大きい施設があると思います。これがですね、かの有名なパンムンジョムですね、ハンモン店。米朝首脳会談の時にはトランプさんと、それからキム・ジョンウン氏がですね、ここで会談を行い、かなり有名になった場所でもあります。そしてそこよりも若干韓国側にあるのがドラサンステーションと、これが北朝鮮に最も近い京味線の駅、ドラサン駅ですね。この駅の一つ先、北側の駅は北朝鮮です。まあ、本来であればこの駅まで月曜日以外、平和列車 DMZ トレインが運転されてたんですけども、調整の悪化で今運休中なので、この駅も休止状態みたいですね。現在では情勢が悪化した際には休止になることもあり得るということで、営業している時はこんな感じ。これすごいのが、左側を見ると行き先方面で、ね、平壌方面と書いてあるわけですよ。北朝鮮平壌、首都平壌の文字もしっかりと刻まれています。この駅開業したのは2000年代以降で、あのおそらくこの京味線、線路自体は戦前から伸びてたんですけども、駅設置の目的としては観光振興だと思うんですよね。まあ、もちろんその南北が統一された時に、ここはあの国境の駅になるわけです。なのでこういう風に広々とした、まるで空港のような駅になってるわけです。これは南北の緊張が緩和、まあ、統一まではいかなくとも南北で行き来ができるようになった際に、ここでパスポートのチェックだったりとか、まあ、そういう事務を行うことができるようにするため、この広さが確保されていると言われているわけです。ソウルから直で来ることはできず、その観光列車が運転されている際も、一つ手前のイムジンガン駅というところでですね、一旦列車を下車して、で憲兵が車内をグワッとチェックをしてですね、で専用のこのドラサン行きの列車に乗り換えるということをしないと、この駅には到達することができません。僕も2回目の訪問で、今回こそはこの最北端の、ね、一番北の駅行きたいなと思ってたんですけども、今回もまたしても行けず、ちょっと無念ですけども、ここから一つ先北側に行ったところには、北朝鮮側のパンムン駅という駅があります。その駅の近くにはケソン市の工業団地があります。これですね、北朝鮮側なんですけども、これ2000年代に南北の関係が非常に良かった時期があります。その際にですね、韓国と北朝鮮共同で運営をしていた工場なんですね。まあ、正確に言うと韓国の方があの資本を提供、それから技術を提供し、北朝鮮側が土地とそれから労働力を提供し、ここの工業団地を稼働させると、まあ、ある種社会主義国と資本主義国の、まあ、良さをこう組み合わせたような工業団地だったと。でこの時はですね、物資を輸送するために京味線の方からですね、貨物列車がここ韓国から北朝鮮へ、それから道路を通ってトラックが北朝鮮側に入っていたりしたんですけども、現在ではここの工場も稼働せず、どうやら列車は通っていないみたいなんです。なのでこれ地図を見ると線路がつながっている様子がよくわかります。ここですね、今中央にあるのがドラサン駅、韓国側ですね。でここから先北朝鮮の方にこう地図を引っ張っていくと、こううっすらですね、こう灰色の線のようなものが伸びています。黄色いのは道路なので、そのやや上あたりで、ここで軍事境界線を越えて北朝鮮のこの土地の中に入ります。でしばらく行くと、こちらがパンムン駅ですね、ケソン工業団地の最寄り駅。だいぶ列車が走ってないので、かなり草とかボーボーになってそうですけども、線路自体はつながっているということですね。
さあだいぶちょっと話が長くなってしまいましたが、晴れていればこんな感じで北朝鮮の街並みを見渡すことができます。まずこれ英語で GPS と書いてありますが、これどうやら北朝鮮内でその韓国側の電波を遮断する、妨害電波を発する等と言われています。北朝鮮国内でも韓国の文化、例えば K-POP だったりとか、そういった音楽、ドラマ、こういう文化に触れることはね、かなり厳しく禁止をされているみたいですからね。に対してこちらやや右手の方に広がっているビル群、これがケソンの工業地帯みたいですね。だいぶこの展望台から見ると、この農地を挟んで奥側にあるのがわかります。そして眼下に広がるこちらが非武装地帯です。今立っている展望台の真下が南方限界線、ここから先2キロ行ったところに軍事境界線が存在をしています。確かにこれ建物なんかの姿がもうほとんどないわけですね。朝鮮戦争が終わってからずっと放置をされ続けているエリアということになります。ガイドさんの話によると、向こう奥の方にうっすら三角形のこう湖のようなものが見えますが、このすぐ奥が北朝鮮領だということです。そして気になるのが、先ほどご紹介したパンムンジョムですね。あそこは北朝鮮と韓国の軍事境界線がもうすぐ近くにありますが、どの位置にあるのかというとこんな感じになってます。 DMZ の中は地雷まみれで入ることはできないんですけども、ただ軍事境界線パンムンジョムの近くまでは道路が敷かれていて、その上であれば通ることができます。そしてパンムンジョムはこれ共同警備区域と言われていて、韓国軍を含む国連軍とそれから北朝鮮軍が共同で警備しましょうねというエリアになっています。なので軍事境界線を接して兵士たちが睨み合うと、そんな状況が続いているわけです。ちなみに情勢上の関係でパンムンジョムのツアーも現在2023年の4月現在では申し込むことができません。さらにより分かりやすいように地図手書きで書いてみました。ちょっと軍事境界線を間違えて赤で書いてしまったんですけども、正面にある建物が北朝鮮と韓国の建物、この軍事境界線上に設置をされている建物はその建屋ごとに北朝鮮側のものか韓国側のものかというのが割り振られているわけです。中でも有名な建物がこれだと思います。軍事停戦委員会の本会議場、今これは韓国側から見た様子ですけども、これはツアーがやっている時であれば中に入ることができるわけですね。その際ここ軍事境界線がテーブルの真上に敷かれています。おそらくこのテーブルのここの中央の部分、旗が立てられているところが軍事境界線、これカメラのマイクの配線なんかもこの境界線に沿うようにして敷かれているらしく、ツアーのお客さん、韓国側のお客さんが入るときには建物内に北朝鮮の軍人がいる場合一旦出てもらって、で北の人間が誰もいなくなった状態で入るみたいですね。で逆側、北朝鮮のツアーの場合は南側の人間がはけた後にここに入る。でこの建物内であればここの軍事境界線を合法的に越えることができる、つまりは北朝鮮の領土内に足を入れることができるわけですね。こちらも韓国側から見た様子ですけども、これ左右の兵士さんたちがですね、建物から半分だけ顔を出しているのが分かります。これは何かこう銃撃戦だったりとか急に攻撃を受けた場合すぐ回避を取れるようにこういう風な配置がなされているみたいです。見ると足元にもこうなんか滑り止めのようなものが貼ってあるんですよね。これも下が砂利だとすぐ回避行動できないので貼られているのではないでしょうか。そして手前側にあるのが帰らざる橋、これが韓国北朝鮮の軍事境界線上にある橋なんですけども、昔ここで捕虜交換が行われたようなんですね。朝鮮戦争の際です。ここを渡った人々はもう韓国には帰ってこないということで帰らざる橋、こっちの内側から付けられた名称。そしてさらに北側にある72時間橋というのはとある事件をきっかけに設置をされた橋として知られています。その事件というのが1970年代に起きたポプラノキ事件です。当時はですね、この事件が起きる前まではこの共同警備区域内、この軍事境界線をこの問わずですね、北の軍と南の軍が自由に行き来することができました。そんな最中起こったのがこのポプラノキ事件。これポプラの木という木が生えてたんですけども、かなり木々が生い茂っていて監視小屋から景色が見渡せなくなるレベルになっていたんですね。なので国連軍の兵士がこう銃は持たずに入って斧でこの木を剪定、つまりはちょっとこう形を整えようとしたところ、
北朝鮮軍に攻撃を受けて2名のアメリカ軍の兵士が亡くなる、そんな事件があったわけです。ちなみに当時のポプラの木がこちら、今では撤去されたみたいなんですけども、その姿形しばらくは残っていたみたい。これによってアメリカ軍の方が怒ってですね、3日後あの空にはヘリコプター、戦闘機で朝鮮半島の沖合には空母まで用意してですね、強制的にポプラの木を切り倒した、そんな事件がありました。その際はですね、結構緊迫した状態だったらしいんですけども、ただ当時のあの主席キム・イルソンがあの正式に取材をしたみたいなんですね。なので武力衝突は回避をされたと言われています。でそのタイミングからですね、もうこの軍事境界線をまたいで行き来することはこのエリアでもできなくなり、設置されたのが72時間橋。これは北朝鮮軍があの72時間でちゃちゃっと作ったことに由来をしているみたいで、これができたことによって北朝鮮軍はその韓国との軍事境界線をまたがずにあのパンムンジョムの方に入ることができるようになったわけですね。ポプラの木事件をきっかけにこの辺りの警備も厳格化されたようなんです。さあそして最後、まあ、若干場所は違ってしまうんですけども、以前4年前ぐらいに訪れた際、オドゥサン展望台の様子をご紹介したいと思います。地図を載っけておくとこんな感じですね。ちょうどあの韓国のソウル、駅の南側の方を流れる大きな川ハンガンとイムジンガンの合流地点にあるのがオドゥサン展望台。入場料はこんな感じですね。ここもやっぱり300円で入れると。この時はかなり景色が綺麗でね、とっても記憶に残ってます。ちょっと当時なのでカメラワークが悪いんですけど、向こうの方、右側からイムジンガンがやってきて、で左側の方、海からやってきたのがハンガン。ここで合流してハンガンになり、このまま南側の方下っていくとソウルの方に入ることができます。そしてこの合流地点の反対側の見える土地というのが全部北朝鮮の土地内ということになっています。展望台から実際肉眼で眺めてみたんですけども、あの本当に北朝鮮の、あの農村で作業をしているおじさんの姿だったりとかがね、肉眼でちゃんと見えるんですよ。これびっくりしたの覚えてますね。そしてこちらが南側、韓国側の景色です。まさにこの自由主義国家と社会主義国家の境目というのをね、間近で見ることができました。韓国側はかなり発展していて、タワーマンションもびっしり、手前側にはおそらく高速道路なんでしょうかね、車がたくさん走っています。それに対して北朝鮮側はというと、本当にこうちょっとね、映像では確認できないんですけども、無機質な住宅、コンクリートがこう直割りで何も塗装がなされてないような住宅が立ち並んでいる、そんな感じでしたね。韓国人の友達に聞いたところ、こう私たちの親世代、朝鮮戦争を経験された方の中にはやはり親戚だったりとか、その元々の知り合いが北朝鮮国内にいるという方も多くてですね、やはりその当時の街並みというのを懐かしく思う方も非常に多いみたいです。この韓国とそれから北朝鮮は DMZ が敷かれていて、その街並みを眺めるにしても結構距離があるんですけども、中国とは国交があるので、中国との国境北側の方はより鮮明に北朝鮮の街並みを見ることができるみたいなんです。また次回は女性が改善をされたらパンムンジョム、さらに近くの方まで訪れてみたいと思いました。それでは本日も動画のご視聴ありがとうございました。